大丈夫よ。とわ、とわ。せつな。いつまで寝ているつもりだ。行くぞ。吸妖魂の根だ。はあ？もたもたするな。少しは余韻に浸らせてくれてもいいのに。はいよ。はあ？これだけ？自分でもしょうもねえ雑魚首だって分かって持ってきたくせに。ったく。まあ仕方ねえか。朴仙翁を探しに行くって決めちまったからな。本当？なに？なに？私は化け殺しのモルハラさん。どんな妖怪だ？それがとんでもないやつでな。なぜなら、その妖怪と目が合った者は皆。せつなー！朴仙翁の手がかりを手に入れたぞー！その妖怪が朴仙翁の手がかりだというのか。ああ、十兵衛さんがそう言ってた。絶対捕まえてついでにがっぽり儲けてやるぜ。しかし厄介な妖怪だ。姿形もわからぬ上に目を見てはいけないとなると。そこなんだよ。見ないでどうやって倒せばいいんだ。わからねえ。